今回から何回かに分けて当たりマニアをやっていきたいと思います。当たりのゲーム自体が初めてなのと、もともと英語のものが、日本語訳になっているので、アメリカンジョーク的なノリとか元ネタがわからないところはスルーして進めていきたいと思います。あまり実況らしいことは言わないかもしれないですけども、セリフの部分くらいは読みながら進めていきたいと思います。スーツは確認、帽子は OK、 時計は時間通り。ああ、また火曜日か。また当たりのゲームの世界の一日が始まるぞ。またアステロイド射撃、ミリピード追跡、ポングバトルのお楽しみの一日が。今日もまた昨日と同じだけど、引退まで一日近づいたな。はあ、タレントさんたちに模様を伺う時間だ。誰だ、こんなに散らかしたのは。私はいつもあいつらのピクセル拭いばかりだな。整理整頓するのがそんなに難しいか。ラッキーなことに工具ベルトの丸ボタンを押せば役立つほうきを手に取ることができる。ちなみにですが、これはプレイステーション4でプレイしています。さて、ほうきを×ボタンで選択しよう。ほうき、ほこりがあるところに行って×ボタンを押す。ゲームの世界全体を吐いてピカピカにしましょう。あ、ウォーレンに磁石を返すのを忘れてたな。あったら返そう。引きつけられるべきなのか抵抗すべきなのか。マグネット、磁気を帯びたものを引き寄せる。表紙アートコレクション、動画オリンピック。ゲームカバーを獲得。ゲームカバーをゲットしました。壁のポスターを探して全てのゲームカバーを閲覧しましょう。やあ管理人さん、いい朝じゃないか。やあティート、あのアウトローの調子はどうだい。文句は言えないな。フィリーのガキが厄介者になるかもしれないが、なんで彼ばかりいつもすぐ引き分けにできるんだ。ずるい。文句はさておき、なんか変わったものを見たいと思ったらメインホールを覗いてみるといいぜ。荷馬車の中のガチョウより奇抜なピクセルを見れるぜ。わかったよ、なんか不吉だな。ありがとうよ、ピート。ありがとう。それじゃあ行ってくる。じゃあまた後でな。必要なら叫んでくれ。え？デッドピクセルがここに。おかしいな。この階の残りを確認したらすぐに片付けるよ。まずはお姫さんたちを仕事に戻そう。何？ミリーがまた遅刻だと？今月でもう3回目じゃないか。まだソードクエストに潜り込もうとしてないといいけど。やっぱり思った通りだ。ミリー、また遅刻じゃないか。約束しただろ。君がいなけりゃゲームは成り立たないんだぞ。ああ、もういいじゃない。いつも打たれてばかりで嫌になっちゃうんだもん。どうして一度でもいいからヒーローになれないのかしら。こうでもいいわ。この際木でも。主演女優賞ものの木になれるわよ。はあ、ミリー、何回も言わせないでくれ。君はパフォーマーだろ。君の仕事だ。ミリピード、巨大昆虫の逆襲。
あ、ミリー、俺の手を取れ。わかってるわよ。クソ、足が1000本あっても届かないんじゃ意味がないだろ。ダメだ、ミリー。ロムの名において一体全体、ここで何が起きてるんだ。通る、ミリー。レッドピクセルが生きてる。通る、ミリー、今行くからな。腹減った。もっと食べたい。もしもし、ここはどこ？何が起きている？お腹すいた。美味しいピクセルをもっと持ってきてくれ。こんな感じで、ミニゲームが始まります。お題がランダムで選ばれて、一つずつクリアしていきながら、最後がボスのステージになっています。ここだと10個目がボスのいるステージになります。失敗するとライフが一つ減ってしまいますが、先に進むことはできます。ライフがなくなってしまうとゲームオーバーです。これは上にいるホールの方を操作して矢を避けているんですけども、失敗してしまいました。ボスのいるステージになりました。ボスステージで失敗するとライフが減って一つ前に戻されてしまいます。これで再びボスのいるステージに挑戦することができます。また失敗してしまいました。ライフが残り一つなので最後の挑戦になります。クリアすることができました。やった、最高。そうこなくっちゃ。君は消化できないんだ。出ていけ。
ははは、やったぞ。お前たち、大丈夫か？ええ、足を20本か30本くらいくじいちゃったみたい。でも大丈夫よ。俺のピクセル、すごい戦いだったな。ありがとうよ、管理人さん。俺がいつの日か王様になったら、君には褒美として宮廷に住まいを与えるよ。それは、遠慮しとく。お前らもっと気をつけるべきだ。レッドピクセルには絶対に触れないよ。ああ、でもさ、このことに関しちゃ、君はかなりのやり手じゃないか、管理人さん。そんなことしてないぜ。カリブリスみたいに部屋の反対から俺たちを吸い込んで、大口を開けて丸飲みした。どういう意味だかわからないが、聞こえは良くないな。他にも同じようなやつがいたらどうしよう。上に行って、他にもデッドピクセルがあるかどうか見てくるよ。ミリー通る、とりあえずゲームに戻っててくれ。俺が対処しておく。もし他にもこんなアノマリーがいたら、どれだけ他のパフォーマーが捕まったか、わからないぞ。バグブラスター以外で最高の害虫駆除剤。バグスプレー、虫に向けて罰を押す。バグ、デッドピクセルのせいかな。あいつらを除去するためにバグスプレーが必要だ。ゲームの説明書を獲得する。チーズでネズミをびき出すことができる。壁を確認。ゲームのマニュアルをアンロックするにはゲームシーケンスをクリアする必要があります。集めたゲームの説明書はマガジンラックで閲覧可能です。この説明書の下りなんですけども、さっきのミニゲームと内容が一緒なので、動画では今回だけ入れることにして、次回以降は省略することにします。チーズをあげたらそこに何を隠してるのか教えてくれるかい。チュこのチーズでもっと物分かりが良くなってくれるといいのだけど、その間にこの中を覗かせてもらってと、むしゃむしゃむしゃ。動画オリンピックのゲームマニュアルが閲覧できるようになりました。おそらく当時の当たりのゲーム機で出ていた頃の英語で書かれている説明書なんですかね。エレベーターのドアを開くスイッチを見つけなければ、このエレベーターの下りも先に進めてアイテムを取らないと解放できないところとかもあるので、本編の動画ではカットするかもしれないですね。あと動画の方ではこれも省略すると思いますが、この左上にあるゲームセンターの機械みたいなやつはさっきのミニゲームが全部入ってるみたいな感じのやつです。今回は2階に入ったところで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。